イエーイ。よしこ今日右フック練習中、家の中で。あなたも一緒に右フック練習。あなたも一緒に右フックこれ右フックの打ち方ね。まず打ち方ね、重要。このように喋れよ。わかんねえよそんなんじゃ。まずこれ顎から右顎ね、右構えの、こっからなんていうかな、こうこういうこういう感じにまず出して腕。長嶋か。長嶋監督かと何感覚で覚えろみたいな。うん、こうほらこうこれをほら。ほらこの角度やから。これをこう持ってきました、こう来ました。うん、この角度まず分かりやすく、今のドヤ顔何ちょっとイラッとするんだけど、分かりやすくこうやってこう、まずこういう風にする、鍵みたいにこうやってこうやって、まずこう練習する。フックだからね、フックやからね、うん、鍵ってことよ。だからこれも脇開いてるじゃん、これおかしいわけよ。まあこういうフックの仕方もあるんだけど、今回まあ基本の基本だから、こうができました。でさらに体重移動ね、右足から左足必ず体重移動、体重移動と一緒にならないとおかしい。右足左足、これ右肘左肘よ。そうだっけ、あれ右肘左肘だよそれ。その人はあ、なるほど、漫才の人でしょ。こうでこれでおかしいから、絞って脇絞ってる、で体重が左足に移動しながら少しずつ脇が開いて、難しいね、当たる。で拳もよく聞かれるんだけど、拳の向きは縦でもこういうねじってもどっちでもいい、自分が打ちやすい方でいい、当たればね。でポイントは体重移動で、あと 左ガードがこう下がる、これも結構多い。まあこれまあプロでもできないんだけど、縦でも横でも、いいって言って、こんなんだ、今パン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 叩いてるじゃん、なぜそこに当てなきゃいけないの。ここに頭あるじゃん大体。いやそうじゃなくてさ、こうじゃダメなの。何がこう、これオープンブローチ。これ反則よ。あそうなの、これ反則。当たればいいってもんじゃないんだ。そう、拳のここを当てなきゃいけないって決まりがあるのね。決まりっていうか、ここでさ当てないと相手にも効かないしね。これオープンブローで、これまず反則ね。ここで当たるのは、ここ当たるから、ここで面で当てる。まあこれ一番効くから、相手にカチッ、体重と一緒に。これ練習、家の中で。よし、余興が長かったな。3分間行こうぜ。3分間、家の中で好きな音楽かけて、多分ロッキーをかけると思うけど、ま、ロッキーかけて気分を上げて、はい、いきますよ、はい、それではよーいスタート。最初こうゆっくりね、フォーム、体重移動と一緒、あこういう風に打つんだな。でしっかり上半身と下半身が一緒に回転ね、回転する。こう下半身回転してない人結構多いよ、初心者。これダメ、これ NG。 しっかり回転する。で右足、左足に体重が乗る。あ、これちょっと忘れてた。何おしゃれ気にしてんの。これダメ、ちょっと見栄えね、見栄えジャージのチャックはシャン閉める。でこのちょうど顔が大体ねここにあるから、この時に力入れるわけよ。この時にそこに顔がある設定だもんね。まあ遠くにある時はロングフックって言って、まあこう多く振るんだけど、今回それはなしで、基本のこの、まあ、大体この辺に顔があるから、はいはい、喋ってないで、はい、どんどん振りましょう。腕を3分経った、まだやっと1分でしょ。はいはい、あなたも一緒に、せいせいせい、今までいろんなことあったと思うよ。何人生論。一緒に頑張ろうぜ。でガードは、左のガードは顎でもいいし、まあテンプルね、テンプルでも、まあ、どっちでもいいんだよね。ガードをね、ガードをしっかり、それ高校の時の相手のね、対戦相手の監督のものまねね。これ分かる人いるかな。これ、ね、レアな鹿児島の人が分かる。俺の時代の鹿児島の、左だよ左、左一本でやってみろ。
そんなボクシングないからね。高校生レベルそれ難しいやろ。難しい難しい。ジャブだけでいくからね。なかなかのなかなかのハイレベル。まあ2分経ってないからね、頑張らない思いっきり。よいしょ、はい、やっと2分。皆さんも頑張って。皆さんもサボらない、サボらないよ。体の回転早くね、うん、ヒット早く持ってくる。力抜いといて、ヒット、もう力抜いといて、もうガチガチじゃ回転早くならないから、こうやってこうロボットになるでしょ。こうダメ、力抜いといて、抜いといて、力抜いといて、力抜いて。プロっぽいね。いプロだった。あ、そうだった。なんちゃって、なんちゃってじゃないから俺。プロっぽい、プロっぽい。ほら、はい、頑張って、はい。プロプロプロ。はい、はい、ほら、もう30秒切ってる。ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ、ラッシュかけて、はい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 、もっともっと、皆さんももっともっと、はい、はい、はい、ふん、ふん、連続10回ぐらい、はい、ふん。7回足りないから。分かった分かった分かった。ちゃんと数えてた、ちゃんと。はい、終了。結構くるくるで、これくるくるでくるくるで、で息をね、ちゃんと一回一回羽隠して必ず吐くことね。吐かないと頭痛くなるし、息が続かない、スタミナすぐ切れちゃうからなっちゃうからね。こうシュッシュッ吐いて、あなたも家の中でこの1畳のスペースで強くなってください。お疲れ様。じゃあ、マンツーマンでパーソナルね、パーソナルでボクシング希望のあなたは今すぐ下のホームページで飛んで、そこからパーソナルボクシング詳細希望でメッセージをください。イエーイ。